負けた？いや、ミスった。ミスった。辛いね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。やっほー。こんにちは。こんにちは。こんにちは。私たちはレッスンナウです。 CM 見て涙がありがとう。結婚してください。無理です。無理です。久しぶりにショーも見れた。ありがとう。そうなんです。今ね、レッスンの間が空いてる時です。ご飯食べてとかいろいろしてみたいな。あとね、1曲なんだよ。あと1曲。あと1曲。私もオーラス。これで勝てたら勝てる。いや、お、マジ？勝て、これで絶対勝てる。頑張れ。そうだよ、レッスンだよね。やばいよね、マジで。本当にさ、ちょっとマジで本当にやばいかも。やばいよね。武道館家、余裕って言ってる人聞いたことない。みんなやばいっつってる。CM の子供の頃の写真は本人、あ、私です。あれ、あ、そうなの、リアルガチ私の幼い時の写真です。へえ、修行へすごいなんでしょ。マミーに頼んで写真を探してもらって、はいはい、そう、何枚か送って、それであそこにです。あ、負けた。いや、あそっちか。写真持ってきてっていうか、写真送ってって言われたんで、ママに探してもらって送りました。そう、全部が全部みんなが見たことあるやつじゃないと思うんだけどな。そんな子供の頃の写真出してない気がする。私どうなんだろう、出したかな。いや、出してない気がするな。映像も綺麗だ。みんなよかったらもう1日500回ぐらい見てくださいねとか言って。無理それな。無理。でもそういう気持ちでみたいな感じでお願いします。まあ見たいと思っていただけるぐらい素敵な映像に仕上がっていますので、はい、はい、見てください。結構もう昨日早速ツイッター見るとファンの人が結構買ってきてくれたっぽくて、嬉しかったです。森永さんの。これは貢献しているね。イエス。これはいいね。素晴らしい。ありがとうございます。素晴らしいよね。私トレンド入りもありがとうございます。京都ゆりなさん。はい。トレンド入り？したよ。すっげえ。そうなの。したいって言ったの。ショールまで。すごい。してもらいました。事務所の人もめっちゃ喜んでました。トレンド入りしてたことは。よかった。私たちファンの素晴らしい力を事務所にもきっと見せつけられたと思います。とっても喜んでくださってたので、事務所の人もなんかいっぱいファンの人が早速その買ってくれてたから、商品とか、あとトレンド入りとかもねしてくれたから、もう私たちのファンはすごいんだぞっていうところね。すごいよ。いやー、ちょっとトレンド入りできたらなと思って嬉しく思います。ありがとう。したいって言ってできるもんじゃないもんね。そうだよ、本当にすごいわよ。超嬉しい。あー、どうなるどうする。67856 7あーこうかな。こうですね。はい、ヤフーニュース、あ、そう載っててね、びっくりしました。嬉しいです。うわ、お、え、ウェディングドレスといえばさ、君にウェディングドレス一緒にやったよね。やったね、ピアリーナで。そうね、楽しかったよね。楽しかった。ちゃんとさ、小指、あ、じゃあ薬指にさ、ちゃんとはめようとか言ってさ、ちゃんとさ、持参のさ、ものをさ、指輪持ってきてはめてやったんだよね。でもさ、誰かその後さ、なくしてたよね、指輪。ないんだけどとか言ってたよね。マジでおもろかった。やった。そうだよ、わざわざね、小道具自分らで持ってきてたんだよ。そう結婚指輪に、なんかここの薬指になんかやろうよみたいな言って指輪持ってきてはめてやったんですよ。実はかわいいね、本当に。うちらかわいいな、やることがかわいいね、うちら。かわいいのよ。やばいね。映ってたんかな、映ってないか。キランぐらいはキランぐらい言ってたか、多分キランしてて。いや、もうピアアリーナすらめっちゃ昔に感じるわ。何年前あれ。2年前か、言うて2年前なんだ。うん、え、2年前なの。そうじゃん、マジ2年前か。もっと前な気がすごいする。3年前か。いや、2年、いつですかね、皆さん。口にファンの人に聞く。ファンの皆さん、いつでしたっけ、あれ。教えてください。あれ、うちらいつやりました？いや、2年前だと思う。3年前か。でもそれぐらい前ですよね。楽しかったね、ウェディングドレス。いや、振り入れのさ、振り入れが楽しかったな。確かに。爆笑だったね。なんであんな笑ってたんだかな。すごい床に倒れて笑った記憶ある。確かに。全然思い出せないやん。何がそんな、なんかそれかも疲れすぎてイカれてたのかな、うちら。何でも楽しいみたいな、一周回ってイエーイみたいなね。先生ともめっちゃ楽しい、って言ってたもんね。2021年の5月23なんで、2年4ヶ月前ですね。だって2年4ヶ月前。もうそんなんなるんだね。2年前か。2年前か。そうですね。マジかー。ドラ3つも逃したー。最悪ー。いや、なんで3連続でさ、捨てたやつ出てくるんだろうね。つらー。そういうことあるよね。つらー。でもある。しかもドラをさ、やばいね。でも悲しくなっちゃうじゃん。捨てたやつで揃っちゃってんだから。やだー。ちょっと逃げ切りたい。逃げ切りたいよ。チート言われたわ。あやねちゃんだよ、あやねちゃん。はい、あやねちゃんです。あやねです。あやねです。さあ、私は勝てるのでしょうか。さあ、果たしてあやねは勝てるのでしょうか。勝ちたい。言うてるけど、さっきから「あー」しか聞いてない。マジで「勝ちたい」聞いてるけど「あー」ずっと「あー」言うてます。隣で「あー」しか聞いてません。はい、よっしゃーが聞きたいですね。私も言いたいわ、よっしゃーおーでここであやねちゃんにコメントすんなんなんあやねちゃんの髪色良かったよだって。ありがとうございます。うち電車バトンされてんだけどショールームやるな。自分で言ってください直接、ね、コメントしに来て、コメント待ってるよ。あー眠たい。いやめっちゃ眠いです。わあ、あくびー、あくびが出ちゃってやばげた。うん、やばいよね、うん、うちマジでなんちゃらゲタンってよく言うよね。サムゲタンとかめっちゃよくない、うん、サムゲタンめっちゃ口癖だわ。サムゲタンめっちゃ言う、めっちゃ言ってるよね、うん、もう冬になったら毎日言ってるもん、サムゲタンサムゲタン。エイトみんな根付いてるよね。もうやばい、サムゲタンめっちゃ言ってる。無意識にみんなサムゲタンって言ってると思う。うん、うん、ずっと言ってる。もう何年もサムゲタンって言ってる、うん、あとヤバゲタンとかね、厚ゲタンとかね。いや本当何なんだろうね。何って言われたらマジ何って感じなんだけど、何って感じです。本当にわからない。つらげたんも言ってるね。つらげたんも言うね。基本めっちゃ言ってます何でも。基本おしゃべりです。おしゃべりです。なんちゃらげたんってめっちゃ活用できるね。何段活用。いやー。いいじゃないっすか、皆さん。ああ、やばい。ああ、眠たいよ。眠たいね。はい。ダンサーっぽいね今日見て。ダンサーっぽくない今日こうやってあげたら。あ、ダンサー、ダンサーだよね。髪型よく見る。よくしてる、うん、よくやってる。前髪あるとね、ほらマジでだから前髪上げてこって、上げてく、しつこいですけど、うん、ずっと言ってる、ずっと言ってる、ずっと言ってる、隣でずっと言ってる、うん。ここの正面漏れてんじゃね。いいってことは、いやなんか色白いねって、多分それシンプルにこの白桃だよ、うん、白桃だよ。これはね、この白飛びがすごいね、ここの電気真っ白だから、すっぴんでも漏れるよ、ここだから。あ、そうなの、知らん。でもすっぴんでも漏れる気する、マスクと帽子かぶって漏れるね。うん、めっちゃ漏れる。ここの部屋のおかげです。やっぱ白は漏れるんですよ、白飛びして。いい意味でね。いい意味ですよ、もちろん。超ローアングルなんだよね。超ローアングルなんだよ。あ、15分経った。よし、終了しよう。ランキング読みます。てか、もうちょっとでそろそろレッスンが始まっちゃうからさ、うちら。頑張りますよ、フリーで。13位、香港のジェイソンさん。12位、シュガーさん。11位、食べ過ぎのみさぎさん。10位、ときたべさん。9位、コジーさん。8位、ザック1973さん。7位、まさとさん。6位、にきょうさん。5位、おかやんさん。4位、なっていさん。3位、しんどさん。2位、さあまささん。そして今日の第1位は、あきちゃちゃん。あきちゃちゃんです。アバター着替えたトレンドにおめでとう。ありがとう。というわけで私はこの後レッスンです。頑張ります。バイトー。じゃあ皆さんまた明日の配信でお会いしましょう。